ドーズ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は9060人で、軍庁所在地はシャドロン。ネブラスカ州のナンバープレートで、ドーズ軍の車両は最初の数字が69になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ドーズ軍の車両登録台数が州内の軍の中で69番目に多かったからである。 ドーズ軍は1885年に組織され、ネブラスカ州知事のジェームズ・ W ・ドーズにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積3628平方キロメートルである。このうち3616平方キロメートルが陸地で12平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの0.33%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、同図ズ軍には9060人、3512世帯及び2086家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に4004件の住居が立っている。 この軍の人種の構成は、白人93.34%、黒人0.81%、先住民2.88%、アジア系0.31%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種1.03%、および今月、本欠1.58%で、2.43%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 軍の住民の38.0%が、ドイツ系、9.9%が、イングランド系、9.2%が、アイルランド系、7.4% 2が、アメリカ系移民の子孫である。ドーズ群に住む3512世帯のうち 26.、26.20%は18歳未満の子供と暮らしており、48.50%は夫婦で生活している。7.90%は、 未婚の女性が世帯主であり、40.60%は家族以外の住人と同居している。31.00%は独居で、全世帯の12.90%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.28人であり、家庭の場合は2.87人である。 軍の住民は21.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が23.40%、25歳以上44歳以下が20.40%、45歳以上64歳以下が20.30%、および65歳以上が14.80%となっている。平均年齢は31歳である。 女性100人に対して男性は95.60に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は91.10にいる。軍の接待ごとの平均収入は29,476ベイドルで、家族ごとでは41,092ベイドルである。男性の29,162ベイドルに対して女性は17,404ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は16,353ベ米ドルである。総人口の18.90%、家族の9.80%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の14.40%、および65歳以上の9.80%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。